お待たせしました。というか待ってる人がいるかわからないですが、びっくりマン伝説チョコの前回の続き、開けていこうと思います。前回はブラックゼウスと魔界団食い打ちジスケっていうのが出ました。多分これがブラックゼウスっていうのがちょっと、いいカードなんですかね。よくわかんないんですが、開けていきます。じゃん。毎度。毎度。愛想良さに誘われて覗き込むとそこそこでは済みませんぞ。魔界、ガンマ街で、魔帝流動力噴火寸前。ちょっと神様系のシールが出てほしいですね。じゃん。おう。ポンプ大帝。銀色。なんか銀色だからちょっと、いいシールなのかな。はい、ラスト。じゃん。わあ、かわいい。鶴瓶だって。鶴瓶さん。べー。つるるんるん、もらいみずかけで、まきちんかをがんばするが、あわててつる？悪魔につるべとられて、ついてないの、天使殿。あ、シールの種類はこの食い打ちジスケと同じ系統のシールですね。あ、で、これが同じか。おお。なるほど、はい。というわけで、金、銀、赤色、水色のシールですね。バランスよく開けたのかな？ 3 個ずつ開けた時の色合いがバランス良かったですね。銀色、ポンプ焚いて。はい。では、このチョコを、あとで食べます。おしまい。